哲学者、大谷選手は年俸1億円でいい。どうせ大して使わないだろうからな。アメリカ人になりそう。ほんの印税たんまりもらっといて何言うてんやこいつ。ぶっちゃけ学者としての実績も、タレントとしてのキャラも成田悠介の劣化版よな。これだから共産主義は、エンゼルスは勝ち星を再分配してるだろ、いい加減にしろ。格差広がりまくりで治安も悪化していくの放置した上で、限られた人間だけわけわからん高年俸だからな、世の中が狂ってる。1億円はさすがにあれやけど、世界中で所得の制限は設けた方がいいと思う。そういうのないからこんな金がアンバランスなんやろ。じゃあお前は10円だ。もらってる奴が言うなら立派だし勝手にやってろと思う。必要な産業を一体誰が決めるんや？野球という工業も野球道具の生産やスタジアムの建設、管理といったいろんな職種によって成り立ってるのに、こういうこと言うの流行ってんのか。企業が一人に無駄に金出しすぎ、それ社員にやれよって話、スポンサーとかもな。マジこれよな、1億も20億も生活水準大して変わらんのやから、個人にそれ以上上げても死に金になって経済悪くなるだけ。なんで好きな人の多い大谷で例えてしまったんや。YouTuber 相手なら賛同得られたのに下手くそやな。これで大谷がアメリカに亡命したらどうすんねん。こちらはプロ野球チャンネルです。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価でやる気が上がります。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。